いや、市川さん、勝った試合っていうのはハイライトは何度見ても多分いいものだと思いますけれども、まあ決勝戦です。まずは第2エンド、カナダのエイナーソンご覧いただきます。このショット、これで、カナダが1点を先に取りました。でこれが第3エンドになります。藤沢です。1投目、これがあまりうまくいかなかったショット。これね、後ろまで持ってきたかったんですが、まあ、相手に手を譲るような形になってしまいましたね、はい、その後のエイナーソンです。これが2投目になりますが、これがダブルテイクアウト。このあたりはエイナーソンも非常に冴えてました。でこれ藤沢狙いに行きますが、大きかったですね。そうですね、少し長くなってしまって、まあね、本当前半は相手に、ね、流れがありましたね。日本2点ダウンです。でこれ第4エンド、これでようやく日本が1点返します。しかし第5エンドです。エイナーソン、見事でした。第5エンド前半終わってカナダ2ポイントリードで後半に入ります。これ第6エンド、これ大きかったですね。これ、そうですね、これも本当に繊細なショットなんですけれども、はい、巧みな技というところでしたね。これで1ポイント差で、これ第7エンド、これ日本結構ピンチなところでした。これ2点も仕方ないというところでしたね、はい、そうですね、まあ、その中でも最大限自分たちができるところまでやって最後を迎えたというところなんですけれども、なんか1点に抑えた、はい、このあたりからね、あのカナダの方もちょっと、そうなんですね、はいはい、狂い始めたのかなという、そんな感じしました。で今度第8エンド、吉田知那美、これ素晴らしいショットでした。はい、これね、3つ出せたのは非常に大きかったですね、はい、この笑顔、やっぱサードでね、これだけの仕事をしてくれるとありがたいですね。なるほど。で藤沢です、2投目、ヒールは、ね、できなかったです ね、 ここの時点でカナダに、まあ、3ポイントダウンでした日本。で第9エンド、ここで日本が見せます。はい、まあ、スイーパーも、ね、非常にジャッジメント素晴らしかったです、はい、ここね、流れを変える一投になりましたね。で今度はカナダのエイナーソン、これがダブルできませんでした。思わず愚痴のようなものがこぼれます。第9エンド、藤沢、これで3点、追いつくわけです。さあ勢いを持って最終第10エンド、しかし先行、後攻はカナダでした。まあ、カーリングでは不利と言われる先行でのスタートだった日本です。まあ、先行、このラストエンドも、はい、リードの相手のショットがガードを逆に作ってくれた、うん、そこから始まってましたね、はいはい、ただその後もしっかり、ね、ガードを置き続けて、これもナイスショットでしたね、はい、会場もこう味方につけるようなスイーティング、この時点で、ね、ナンバーワンを取ってましたのでね、はい、しかし藤沢もすごかった、はい、押して押して、ワンツー、カナダにプレッシャーをかけてエイナーソンのラストストーン、残ったのは日本のストーンでした。まあ日本が逆転で決勝進出を決めています。
はい、今日の試合の目標は接戦にすることだったので、すごく、オールチェイシングしなきゃいけない展開ではあったんですけれども、さっちゃんが最後ファインセーブしてくれて、ゲームをクロスゲームにできていたので、もどかしいところはたくさんあったんですけれども、私たちのこう我慢する気持ちが最後にの勝ちにつながったと思うので、こう前向きに我慢していてよかったなと思います。スイープが難しくて、こう滑ったり止まったり曲がったりストレートになったり、こうアイスの傾向が使うパスによって全く違ったので、そういう部分ではこうスイーパーが頭が疲れてしまう、こうメンタルダウンしてしまうようなアイスだったんですけれども、それでもこうスイープだけじゃなくて自分の投げでもそうしっかりこうパフォーマンスをしていたので、まあ、そこはもう世界一のスイーパーたちだなと思います。感謝してます。私たちはプレーオフに入ってからもう新しい大会に出場している気持ちでいるので、プレーオフという新しい大会はもう 2戦しかできなくて、今1戦終わったので残り1戦、最後まで楽しんで自分たちのパフォーマンスしたいです。ありがとうございました。ありがとうございます。まあ、今チナも言ってたと思うんですけど、もうできるだけ接戦にする、で本当に我慢する試合にしようっていう風にみんなで試合前に話していたので、まあ、途中のエンド見れば本当にもうほぼ負け試合のような、もう1点取れるかどうかっていうエンドのシチュエーションが多かったと思うんですけど、そこでしっかり我慢しきれて9エンド目と10エンド目でしっかりチャンスをものにするまで我慢してチャンスをしっかり決めきれたっていうのがすごく反省と試合入る前の目標が達成できたかなと思います。9エンド目は私のショットというよりかは他のみんなのショット、まあ、特にチナが2本ともいいショットを決めてくれて、私はもうしっかり自分たちの石を残しながら相手の石を出すっていうショットだったので、まあ、そこでしっかりみんなの作ってくれたチャンスを決めきれるのがやっぱりスキップの責任でもあるので、まあ、緊張はしたんですけど決められてよかったなと思います。もう明日が最後の試合にはなるんですけど、まあ、気持ちとしてはもう新たな気持ちでフレッシュなフレッシュマインドでみんなで臨もうというふうには常に日頃からやっているので、決勝であろうとも予選の1試合目であろうともしっかり自分たちのパフォーマンスをベストに持っていけるように、まあ、緊張はすると思うんですけど楽しみながらやりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。